藤奇跡は打ちをつく、藤奇跡は打ちをつく。外からイエローの勝負服が飛んできている。先頭は藤奇跡。華麗に駆け抜け、1分34秒7。来年のクラシックは藤奇跡が主役だ。強いだろあの子。世代の頂点にだって立てる器だ。きっとダービーだって俺も全力でサポートしないとな。お前もトレーナー試験頑張れよ。それでいつか一緒にお前の担当馬娘にもダービーを取らせてあげられたら最高だ。俺のせいだ。あの子の怪我を防げなかった。藤奇跡の未来を俺が閉ざしてしまったんだ。因縁つける気か。ああ、無礼こいたのはてめえらだろうが。んだこれ、引退してもって総中さんで生きりやがってよ。ぼーっと突っ立ってっからぶつかんだろうが。ごちゃごちゃ吠えてんじゃねえわ。詫びも入れらんねえってなら潰すだけだ。そんがその鼻へし折ってやる。おいこら、そこのコースで勝負だ。オラ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 、行くぜ行くぜ行くぜ、ぶっちぎったら。思いっきり突き放したはずなのにもうまだまだ。そのうちそのうち藤奇跡、一番内から藤奇跡。これが東京の海、ロアーズの元総長。くそ、こんなはずじゃ。まだ遊び足りねえかよ。ま、暇つぶしになるうちは相手してやってもいいぜ。だがな、その前に筋通すのが先だろうか。けじめつけろよ。約束通り三段アイス弁償しろ。フリーレーサーに二言はねえ。三段でも五段でも払ってやるよ。よーり、じゃあ五段にトッピングつけてもいいか。んだよおめえ、なかなか潔いやつじゃねえか。そこのアイス屋すっげーうめんだよ。おめえも食おうぜ。アドバイスありますか？今の私の走り。ございました。じゃあ教官。あ、バカじゃねえだろいいじゃん最強、そういうの俺は好きだぜ。